はいどうも、内川の便利屋です。本日は1年前に出させていただいた草刈りの動画のリメイクとなります。はい、もう始まっちゃいましたけども、はい、まずは1年前に上げさせていただいた草刈り動画見ていただきたいと思います。そして10分後にその買った状態の土地が現在どうなっているのか、どうなってしまったのか、これを発表したいと思いますので、気になる方はもう10分後に飛んでいただいて見ていただければと思います。もしお時間に余裕のある方はそのまま僕のこのたわいもない解説を聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい、もう早速ね、いろいろ買っておりますけど、現在20倍速で見ていただいております。はい、1日8時間ほどね作業して80平米をやったんですけども、結局4日間かかりましたね。はい、まあ、途中2時間とか、まあ、2時間はなかったかな、4時間とかの作業の日もあって、結局16時間作業させていただいたんですけどもね、はい、それを今ダイジェストで見ていただいております。まあね、最初見た時にこれ終わんのかなと思ったんですけども、はい、途中でも今の状態でも結構泣きそうでしたね。これ終わんのかなっていう感じがしましたけども、はい、まあ刈るのはね、まあまあすぐに刈れるんですけど、この刈ったやつをですね、袋詰めにするという作業がものすごく時間がかかったんですね。はい、今網にかかっている、フェンスにかかっているものを取りまして、で今、はい、コツコツ山になった草たちを袋詰めしている状態ですね。この時1年前なので、まだ草抜きというか草刈りですね、この時はね。草刈りの手際っていうか段取りがよく分かってなかった時なんですけど、はい、結論から言いますと、もう刈ってすぐに袋詰めしていくの方が、まあ、効率的だなということが分かりました。はい、この当時は一気にまず、まあ、山にまとめてですね、でそれを袋詰めしていけばいいのかなとか思ったんですけど、そういうわけではなかったですね。はい、もう取って切ってはもう入れていく、その繰り返しの方が結局置いてまた拾って袋詰めするっていう作業が必要なかったですからね。であと袋に入れる時に、まあ、セイタカワダチソとか枝みたいに硬くなる草があるんですけど、それをこう丸くこうぐるぐる巻いてですね、先っちょがこう袋を破らないようにするっていうね、そういった工夫が必要だなっていうことがね分かりました。まあ、これ3日目ぐらいかな、今やってる作業は。はい、これぐらいの、まあ、熟練度というかね、経験が出てくると、まあ、入れ方がだんだん分かってきたんですけども、最初はどうやって袋に入れていいか全く分かんない状態でしたね。まあ、あと家が近所だったんで、このようにね、詰める分はこう草積んでですね、家に持って帰って、で自分の家の近くで処分場で処分させていただいておりました。はい、で今ちょっとね、喋ってる感じなんですけど、お隣さんと裏手の方がね、声かけてくれて、ありがとうございますというふうに声をかけてくれたんです。これ1年に1回こう草刈るらしいんですけども、それまでがもうボーボーすぎてですね、もうどうしようかっていつも困ってるらしいんですよね。でまあ僕がこうやって草を刈ってると、ありがたいということで声かけて、これを言ってくださったんですね。まあ、こうそうやってね、そういった一言あるだけでもね、本当に力が出てきますね。気分よく草を刈らせていただいてます。最初ね、10センチぐらいの高さでいいよっていう風にね言われたんですけども、なんかこう作業を見ているうちですね、ちょっと地表スレスレまで切ってほしいっていう風にね、ちょっとご要望が変わってきたので、それをに対応するためにですね、ちょっと今 さらに作業を進めているというか、仕上げ作業を今やってるっていう感じですね。仕上げの刈り込みですね。まあ、美容室とかでもね、最後細かいところを切るじゃないですか。ああいう感じですかね。ちょっとやっぱね、ムラがあったりすると自分の中でも気になってくるんで、それをまあ取りたいなと思って取ってますね。非常に地味ですよね。最初の方のこのわーって刈っていく感じ、あれはもう見てて面白いんですけど、この地味な作業、あと壁際ですね。壁際の草って結構伸び伸び生えてたり、まだ枯れてない部分ありますよね、左手のところとかね。なぜか知らないけど壁際っていうのは植物は元気なんですよね。はい、真ん中あたりは割とすぐ枯れてるんですけどね。しかもこのあたり木も生えてるので、なかなか刈りづらかったですね。なんか残骸とかもあるんですよね。はい、現在このお庭っていうのは空き家でして、まあ、空き家のメンテナンスとして年に1回こう草刈りをしているということですね。いつもは庭師さんがやったらしいんですけど、庭師さんがちょっと体調崩されていて、で代わりの人を探しているので、僕に声がかかったということでやらせていただいております。い
や本当懐かしいですね。1年前なんかもうやもうこの姿勢を見ててもですね腰が痛くなりそうだなとかねすごく思うんですよね。あとあの道具とかも貧弱だったんで鎌1本でやってたんですね。700円、いや違うな、500円ぐらいの鎌で、はい、やってて全然もうやり方も分かってないのでがむしゃらにただ単にこう買ってですねそれを袋詰めにするというですね、まだ冷気とかもなかったんですよ、熊手ですよね、それがなくて手で集めてたんですよ。潮干狩り用の熊手で集めてるんで非常に腰が痛くなったのを覚えてます。今では熊手も家に3本目買いましたね。いろいろねカスタマイズっていうかね自分に合った冷気をね使ってうちにあこっちの方がいいなこれちょっと長いなとかねあるんでそれをちょっと考えて、買い足しにしていくと今非常に使いやすいアルミ製のね折りたたみの菊、自転車で運びやすいやつを買いました。1600円でユニディで、先日買ったところでまだ、それを使ってはいないんですけどね、もしあのこの時にですねその熊手があったらかなり楽に草集めとかねできたと思うんですよね。あと地表ちょっと削ったりとかして、まあ経験ですね。結局この便利屋の仕事っていうのは経験がものを言う世界だなというふうに思いました。あと見積もりもよく分かってなかったんで今だったらちょっとこれ4万円ではなかなか厳しいなっていう作業だなって分かりましたけど当時相場も分かってなかったですし、まあ、とりあえず経験積みたかったんで、まあ、これはこれで良かったと思うんですよね。やらせていただいて本当良かったです。これはねあの暮らしのマーケットとかでもポスティングしましたね、はい、チラシを1200枚作ってで片っ端から家の近所、片っ端じゃないな、あの庭のあるお家と草がちょっと伸びてそうなお家だけを選んでポスティングしましたね。だから1時間に80件ぐらいしか配れなかったんですけど、はい、それを配って、まあ、2件ご依頼いただいたうちの1件ですね。なんでまあチラシのね効果があるんだって言ってね、まあ勇気がちょっと出たなというねそんな日でした。しかもこれクリスマス前でねクリスマス後か、はい、クリスマス直後の年末の時にやってたね仕事ですね。まあ日中はね結構あったかいんでまあまあやってて汗かくぐらいでしたね。ただ風が吹くとね結構大変だったんだろうなっていうのが思いましたけど、まあ基本的には大丈夫ですね。あと家の近所だったんで通いやすかったですね、まあ、後でね報告しますけども袋がもう32袋ぐらい出たんで、はい、これがまあまあ未だに破られてない記録かもしれないですね。これだけ草を買ったっていうのはね、まあ、今ではね結構もう草抜きがメインなんですけどこの時は草抜きじゃなくて草刈りでいいよっていうふうに言われたんでなかなか僕の中では珍しい動画じゃないかなっていうふうに思います。はい、そして作業終了です。さあどうなったかと言いますと、はい、表がねこんな感じだったんですけどもそれがどうなったか見ていきましょう、はい、ちょっと右側刈りましたね、はい、これぐらいの短さにしてくださいって言われたんでそれ統一して全部やりました、はい、こうなりましたね、はい、裏手ですね、はい、庭の方ですけどもはいこうなりました。ビフォーアフターね比べるとなかなかやっぱ面白いもんですね。忘れずにね作業前に撮るっていうのは大事ですね。大綺麗になりました。さっぱりしたと思います。はい、こちらですよ。ゾッとする光景ですよねこれ本当に。はい、綺麗になりました。寝転びたいぐらいですね。ありがたいですね。寝転びたいと思いましたけどこの家の中に猫が住んでましたねはい、綺麗になりました。2世帯用の長屋ってやつですね、いわゆるね。はい、綺麗になりました。すごいね、土は良かったんでねちょっとなんか植えたくなりましたね夏場ね。これですよ、これがこうなりましてほんと生き生き育ってたなっていうのが分かります。さあ壁にツタがね茂っておりましたけど、はい、綺麗になりました。これ撮った時ねすごいお隣さん喜んでくれてねやってよかったなと思いましたね。まあサービスでねあれは撮らせてもらったんですけどね。はい、端っこから撮るとやっぱ気持ちいいですね。いや、いいですね。これ本当に寝転びたい。これが4万円ということですね。よかったよかった。はい、何往復もしまして、45リットルの袋が31個出ました。はい、それが1年後どうなったかというと、こうなりました。前よりひどくなってる。
今年の夏がすごすぎたんですね。はい、これ1年前ですね。で、作業をするとどうなったかというと、見てもらいましょう。はい、ね、1年前、作業前、ね、作業後、こうなりまして。で、これが1年経つとどうなったか、もう一度見てもらいましょう。こうなりました。はい。もう前が見えないです。今年の夏暑すぎたんでね、多分草の成長が良かったんでしょうね。はい、これが1年前、作業前ですね。はい、こうなったんですけども、はい、これを4日間かけて買ったらこうなったんですね。はい、これを1年寝かしたらどうなったか。350日ぐらいですけどね。こうなりました。いやー、またお仕事をお待ちしております。いやー、これちょっと もう一回できるか、ちょっと謎ですけどね。はい、ということで、あ、せっかくね、今日はじゃあ見ていただいたので、この後結構たまったコメントに対してのお返事させていただきたいなと思います。はい、そしてさらに、チャンネル登録者数がですね、現在1500人を超えまして、本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで、いつもね、動画を作る活力、原動力となっております。本当にありがとうございます。これ見てね、また応援したいなと思われた方、ぜひいいねボタンを押してください。それだけでも YouTube からの評価が変わってきますの で、評価が上がるとまたおすすめに乗りやすくなるので、そうするとまた再生数が回るという仕組みになっているそうです。まあ公表はされてないですけどね、まあそうだろうというふうに言われているわけですね。はい、そしてありがたいことにメンバーさんの登録が2人目いただきまして、ちょっとね、メンバーさんの限定動画っていうのもね、今日作らせてもらったんで、もしね、この限定動画気になる方いたら、まあ1ヶ月だけでもいいのでメンバー登録して、どんなことやってんのかとかね、僕のコメントに対して一番優先してね、コメントに対してお返事させていただいたりとか、いろんな特典用意しておりますので、よければそちらも見てみてください。この動画の下の方で、もしくは概要欄の方で、メンバーさんの説明のリンクに飛ぶことができます。はい、長くなりましたけど、それではコメントに対してのお返事させていただきたいと思います。どうぞ。最近のコメントからご紹介させていただいて、遡る形でコメントに対してお話、お返事をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、1日前ですね。はい、こちら、この方ですね、名前が特殊ですね。秋の伐採祭りに対してお返事いただきました。コメントですね。はい、この規模をハンディチェーンソーメインは大変すぎですね。コストはかかりますけど、マキタや廃鉱機の 40V クラスの充電チェーンソーだと作業4時間内体力半分以下で終わりそうですね。一見赤字になっても長い目で見て道具にはがっつり投稿すべきかと思います。年齢が進むにつれて時は金なり、2、体力は資本なり、3、見た目は信用なりですからね、応援してます。なるほど、経験者ですね。ありがとうございます。まあ、徐々にね、まあ、装備はね、揃えていこうかなと思ってるんですけど、まあこれに関しては、まあハンドノコギリでも良かったかなぐらいの感じはしました。っていうのがですね、チェーンソーだとちょっと壁際のね、作業とかもあったんで、ちょっと傷つけてしまう危険もあったのでね、僕の熟練度では。まあね、ちょっと時間かかってもいいので、ハンドノコギリで、コツコツやるのもありかなと思ったりね、ちょっとそれは自分なりにどれが合ってるのかなっていうのね、ちょっと考えていきたいなとは思ってます。で、マキタや廃鉱機のね、やつ もう結構最近ユニティとかホームセンター行くのが好きなんで、さ、まあ、あのチェーンソーコーナーもね、毎回見るんですけど、ちょっと持った感じでね、重たいなとかね、ちょっとこれ高所での作業無理だなとか、自転車積めないなとかね、そういうのも総合的に考えて今道具選びをしている最中ですので、はい、まあこういったね、もう どのメーカーがいいとかね、具体的にこうやってあの型番とかもね、教えてくれたりするのは本当にありがたいなと思って、だいたい充電池の電池のアンペア数、あれが普通はどれぐらいなのかとかね、そういうのも分かんないですから、まあ、今のところ3000とかがまあ主流なのかなとか思ったり、してるんですけども、まあ、そういった、電池パックとかね、なんか使っててよかったなっていう情報があればいただけたらありがたいなと思います。はい、グッドボタン押しておきます。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちらですね、おにわすっきり、これも最近伸びてる動画ですね。5万1000再生ぐらいされてますね。はい、すごく丁寧な仕事なされる市川の便利屋さん、勉強になります。ありがとうございます。これ勉強されている方ですけどね、結構僕のチャンネル見てくださってるのが50代以上の方が多くて、おそらく、ね、自分でなんかお庭の手入れされている方が多いのかなと思うんですけど、
まあ、僕の作業を見て参考にしてくれてるのはありがたいんですけど、大丈夫ですかとかね思ったりすることもあるんですけど、まあ自分の作業と照らし合わせて、まあ、使えるような、あ、まあ、技術って言っていいのか分かんないですけど、まあ、工夫とか、まあ、あの真似してもらえるところがあれば、どんどん真似していただけたらと思います。ありがとうございます。はい、続いて、はい、これね、秋の伐採祭り、今伸びてますね。2万近く今行ってますね。太めの木をチェーンソーで切るなら、受け口の切り方と追い口の切り方を調べたチェーンソーが木に挟まなくなりますよ。はい、ありがとうございます。そうですね、チェーンソーね、結構挟まってくるんですけど、まあ、受け口も、まあ、ちょっと調べたんですけど、受け口大体半分ぐらいまでね、切って、で、追い口を、まあ、切って、でこう受け口の方に倒していくっていうのがね、まあ、主流ですけど、実は僕は逆の方でして、受け口を切ってその逆側に今倒してる最中なんですね。だからそうすると、まあ、首の皮がね、つながった状態で倒れてくれるので、一気に落ちずに済むので、まあ、そういったことをやったりしてます。まあ、それをやってしまうと皮がめくれてちょっと見栄えが悪くなるっていうのがあるんですけど、伐採に関しては、まあ、とりあえず全部切ればいいわけだから、その首の皮がベロンってめくれたとしてもそこまで気にならないわけですね。これが剪定だと使えないので、まあ、こういった切り方がいいのかなと思ったりするんですけど、はい、一応ねこのアドバイスを見て僕も調べさせていただきました。ありがとうございます。はい、続きまして切り株粉砕ってやつですね。はい、チェーンソー買えばいいのにね、はい、心配ありがとうございます。まあ、これが予告編でして、斧を使ったやつだけ見せてたんですけど、この前とかね後とかはチェーンソー使ってますので、はい、まあ一応使ってますということです。はい、ご心配ありがとうございます。続きまして、大木を斧で切りつけ数秒で倒れる、アニメのようにはいかないですね。まあそうですね鬼滅の刃とかだったら岩まで切ってますからね、まああいうのねできたらいいなと思いますけどね。あとあれか、石川五右衛門とかね、ルパン三世の斬鉄剣ってねありますけど、すごいもう切り味鋭いですからね。ヘリコプターとか切ってますからね、ああいうのあったらもっと楽じゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい、なかなかね現実とアニメは違うということですね。はい、これ結構反応あって楽しいですね。それだけ動いていたらチェーンブロックで簡単に引っこ抜けそう、はい、笑うんですけども、そうなんです。あのね、これすごいチェーンブロックとかね、まあ、一応知ってるんですよ。あの3つのね、あのパイプ立ててねグッて引っ張るやつですけど、それやったらまあ抜けることは抜けるんですけど、これ非常に狭い花壇でやってまして、それをやっちゃうと根っこが花壇のブロックに引っかかって、多分周りのコンクリートとかベキベキって割っちゃうんですよね。なのでそれが使えなかったというね、こともあるんですよ。非常に制限された、あの場所が制限された場所でやってるので、なかなか、いろんなね機材使えないんですよね。結構ねいろんなもの使えばいいのにってねアドバイスしてくださる方いらっしゃるんですけども、まあ、単に僕が装備がないっていうのもあったり、ただ環境を考えるとそれが使えないっていう状況もねあるんですよね。このあたりちょっと試行錯誤して、どういったものが一番いいのかなっていうのをね、毎回ユニリーとかホームセンター行って研究しております。はい、ありがとうございます。続きまして、木に斧を差し込んで刃の後ろ側を大木これ金槌の土大木土みたいなので押し込んでいくようにとかできるんかな。僕も考えましたこれね、そのあれですね、差し込みくさび打つ感じで、はい、あの斧を使ってね、でカンカンとかをハンマー持ってねやればいいかなと思ったんですけど、ハンマーは今日この時は忘れてたんですね。はい、あればちょっと試したかなと思うんですけども、うん、そういうのもねありかなと思いますね。ちょっとそのうち試してみるかと思います。コニファーですね、コニファー伐採。はい、自宅の庭の木を切りたくて伐採動画を見ていたらたまたまこの動画にたどり着きハマっています。ありがとうございます。伐採や草刈り動画は画像と文字だけでナレーションなしが多く、家事しながら YouTube 流しっぱなしの自分には楽しい喋りが心地よいです。聞いてて気になった、ありがとうございます。画面を見返したりして大変参考になります。頑張ってくださいね。ありがとうございます。いやそうやってね言ってくれる方がいるから今回ちょっと長尺の動画作ってみました。なんかね最近20分前後が
まあ、受けがいいかなっていうね、 YouTube の評価がいいっていうことが分かったんで、まあ、20分ぐらい喋ってみようかなっていう感じで作っています。だ10分だとちょっとね YouTube の評価下がるみたいなんですよね。で僕も思うんですけど、まあ、寝る前とかねひろゆきさんの動画とか普通に流して、であれがよく寝れるんですよね。本当にもうどうでもいい喋りをしてくれたりとか持論を展開してるじゃないですか。そこまで頑張って聞かなくていいからすごく心地いい、あと一定のリズムで喋るからすごく寝やすいんですよね。なので、まあ、あれで、まあ、2時間とかのねライブ配信されてるから、あれを流してる最中に、まあ、寝ることができるんですよね。だからまあ寝やすさを考えると、まあ、30分ぐらい動画を作ってみてもいいかなとか思ってるんで、はい、もし長尺動画欲しいなという方いたらですね、それをねコメントに書いておいてくれれば今後そういった動画も出すかもしれないです。はい、よろしくお願いします。続きまして、はい、芝生に混在するカタアワミやクローバーを根から抜くのは超大変ですよね。それと芝に似たイネ科の雑草も混ぜていると芝と判別するのも難しい。そうなんです。はい、経験者は語りますね。私も横浜市で主に一戸建てをメインに草刈りというか草抜きの依頼を受けて4年間で約150件をすごいお宅の草を抜きましたが、草刈りはしますが芝刈りはしますが芝に混在する小さな雑草抜きだけは心が折れるのでそれだけはやりませんと断っています。そうなんですよね。本当に本当はね、ご依頼主さんの片ばみですよね。クローバーに似たやつね、はい、あれ片ばみっていうねどうしようもないやつなんですよね。球根みたいなやつができてね、なかなか退治はできない。でその芝生の間にねひょこっと生えてきてね、なんか可愛らしくぴょこって出てくるんですけど、だんだん増えていくと鬱陶しいんですよね。あれを取ってほしいって人がねいるんですけどね。であれ取ったところで全然動画映えしないっていうね、すごい難しい僕のね観点で言うと、ちょっと動画映えしないんですよね。あれ手元を映さない限り何してるかよく分かんないですもんね。でもその動画を珍しく今上げてるんですよね。これ片ばみ撮ってます。全然3時間やってもね、多分ね袋2袋ぐらいしかいかなかったんで、あまり見てて面白くない動画が仕上がったんですけど、やってた方、経験した方はこの辛さ分かってくるんで、そうやってコメント書いてくれるのは非常に嬉しいし支えになりました結構共感してほしかったりするんですよね。はい、はい、お互い頑張っていきましょう。ありがとうございます。続きまして、手穴でメッタギリ、これ結構コメント多いですね。手斧かっこいいな、これくらいの木はノコギリより手斧ですね。そうなんですね。結構一気にガンってねちっちゃい枝をね落としたい時とか手斧いいなと思って、でこれで確か 800g とかかな、600か、まあ、程よい重さですね。600でカンってやったら取れるんで。でまた最近また後ほど出しますけども、娘の幼稚園で薪割りをやったんですね。その薪割りの時にちょっとこの技術が役立ちましたね他のお父さんよりは早く割ることができたんで、うん、まあ斧というね手段もありだなっていうふうに思いました。スタジオ2時間半の動画ですね。最近動画が上がってないので心配します。ありがとうございます。なんか親心で見てくれてるんですよね。ありがたいですね。ちょっと最近ね、この動画が出すまでにちょっと1週間ぐらい空いたんですよね。なんでかっていうと、ちょっとね英語の講演会のお仕事をいただきまして、その資料作りをしてたもんですからすごい時間かかってたんですね。なので他の仕事を入れずに、そのスライド作りにね没頭してたんですね。131枚のスライド作って75分間の講演会をある外資系の企業でやらせていただきまして、はい、まあ、無事終了したので、またこういったね動画今出させていただいている次第です。はい、はい、まあ、しばらくアップロードなくてもご心配なく多分生きてますんで風邪ひいたりはしますけどね。はい、ありがとうございます。はい、これですね、リメイク今日やったやつの元動画ですね。はい、この状況、草刈り機を使わずに釜1本で手刈りするとはすごいですね。ただ単にね草刈り機持ってなかっただけですね。でもこれ草刈り機あったとしても結構いろんなものが落ちてるんで危なかったと思うんですよね。まあやったとしても刃がついてるやつじゃなくて、ビニール紐を振り回すタイプのやつしか使えなかったと思いますね。いろんなね障害物が落ちてたんですよね。まあ植木鉢は、当たり前としていろんな、なんかゴミっすよね、ゴミ。あと物干しの柱とか錆びたやつが落ちてたりとかして、なのでそれ引っ掛けて危ないので、結局草刈り機ね
なんかほんとチェーンソーとか草刈り機使えばって言われるんですけど、こういうね狭いとことか入り組んだとこやるのはやっぱ結局手作業かなって思うんですよね。皆さんどう思いますかね。ちょっとそのあたりをお聞かせください。はい、あちょっとなんか確信に迫る動画、ひょっとして桑田雅美さんですか。あたさいさんにびっくりです、ありがとうございます。はい、まああのなんていうんですかね、モノマネのお仕事もやってまして、桑田雅美さんのねモノマネをさせていただくときは桑田雅美っていうキャラクターでやってるんですけど、もう最近だとねもう1年ぐらい前から一家の便利屋っていう職業があって、そのサービス内容の一つに出張モノマネっていうね、そういう作業を入れてるっていう感じですね。だから僕は桑田雅美ではあるんですけど、市川の便利屋なんです。市川の便利屋がたまにそういうモノマネ芸人っぽいことをやってるという捉え方で言っていただけたらなと思います。はい、別に隠してるわけでもなく、ただ単に言う必要がなかったりするんで、まあ、そのうちねまたあげます。あの余興をしてる前後の動画とかもね最近撮ったので、それそのうちアップしますので、はい、まあ見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて、はい、肩のスッキリってやつですね。はい、長袖シャツよりも腕カバーで対応した方が汗や泥で汚れたら交換できる。あ、そうですね、あの会計士さんが使ってるようなね、昔の事務所での事務員がワイシャツの袖が汚れないように黒い腕カバーをして事務をやっている写真を思い出しました。そうですね、僕実は大学の会計科やってたことあって、はい、その時にね実は腕カバー誰もつけてなかったですね。本当やっぱり昔のものなんですね。でもあれ便利ですよね。まあ、最近だとあれかインクとか使わないから腕が擦れて汚れることもないんでしょうね。もうパソコンですからね。失礼しました。はい、だと思います。はい、でもまあそういうのねまた揃えてもいいなと思いました。100均行くのも楽しいんですよね。なんか使えそうな道具ないかなっていうね、はい、考えたりしてます。はい、続きまして、はい、フェンスですね。これも楽しかったな。はい、お疲れ様です。作業料金どのように決まるんですか。同じ仕事の他の方に比べてお安くないですか。 ありがとうございます。そうなんですよ、作業料金がね設定が僕下手くそなんですね。まあ、この間もね伐採の作業をやったんですけど、12メートルのコニファーとヒノキを切ったんですけど、それがねだいぶ安めに見積もりやっちゃったもんでえらい目に遭いました。はい、本来は多分ね10万円は超えるところで、ね、6万6000円で見積もっちゃって、で結局3日間かかって全部作業30時間かかったのかな。はい、なのでまあ、あの経験がないので実際どれぐらいの料金になるか、どれぐらいの作業量になるかっていうのがね目測が難しいんですよね。この時はまあいつも通り間違えて、間違えたわけじゃないけど、まあ、1万5000円で提案したんですけども、ご依頼主さんがね、まあ、なんかなんだろう、ボーナスっていうかチップ的なものをプラスしてくれたので2万円、いただくことができたんですけど、うん、この作業で2万円だと本当に十分かなっていう感じはしました。だからもう経験ですよね。で過去にこういうことやってこれだけもらった、あ、これで満足できてたから、じゃあ今回もこれっていう感じなんで、本当にもう経験でやっていくしかないですね。だからこれっていう基準がなかなか決めづらい。一応1平方メートル550円っていう感じでやってはいるんですけども、まあ、草丈が50センチ以上あれば、まあ、それの3割から5割増しで作業料いただいたりとかね、まあ、そういう説明しつつ、見積もり提案してたりしますね。はい、この動画の概要欄に、まあ、料金の、まあ、僕の基準ね載せてますので、それ見てもらえたら、まあ、どんな感じでやってるのか想像つくかなっていう感じで思ってます。まあ、ただ目安なんでね、必ずしもそうなるとは限らないですけどね。はい、ご質問ありがとうございます。じゃ続いて、これは苔剥がしですね。これ割とね反応良かったんですよ。なんでだろう、この手元が見えたから良かったのかな。苔剥がす作業そんなに面白くないでしょうと思ったんですけどね。ただこれ面白かったのが港区だったんですね。白金台って大都会でやったっていうのがね、僕の中でちょっと新鮮でしたね。はい、サイトのもっと見る拝見すると、さまざまなキャリア能力をお持ちなのにどうして便利を選んだんですか。それとも激安料金でおじさんとても気になります。ありがとうございます。まあ別に、まあ
やってて、まあ楽しいのが、まあ、翻訳の仕事だったりね、まあ、英語関係の仕事がまあ楽しいっちゃ楽しい、プラスなんか、まあ、自分としてまあオリジナリティ出せるかなっていうところではあるんですけど、まあ、それと同じぐらい、まあ、庭作業とか、まあ、ちっちゃい頃からねじいちゃんの作業見てたりしたんで、まあ、なんか日常だったんですね。だからそれが今仕事になるんだってことに気づいて、まあ、昔思い出しつつ楽しくやってるっていう感じなんで、別に優劣ないですね僕の中で。仕事に優劣はなく、能力持ってるから便利屋を選んだっていうね、なんかもったいない感を出してくれてますけど、別に、まあやりたいことやってるだけですっていう感じで、だから便利屋っていう、まあ、職業にしとくと、まあ、いろんな作業が、まあ、やってても当たり前じゃないですか。翻訳しててもいいし、モノマネの仕事してもいいわけだから、ね、自分ができるなんていうかそのサービスをいろいろ提供するっていう感じでやってます、はい。だからホームページのなんていうか、メンテナンス、リダイレクトやったり、まあ、ホームページが真っ白になってしまった時の対応とかね、まあ、そういうのをやってたりもするんで、うん、あとペットシッターもやってますしね、動物もまあ好きなんで、だからまあ、まあ、概要欄にですね、その作業量の、まあ、一覧の下に自分がやってる対応できる作業の内容も一覧で書いてますので、そのまま見てもらったらなと思います。あとこの動画の最後に新しくできたチラシのデータも載せますので、それ見ていただけたらなと思います。はい、続きまして、あ、これもね夏の暑い中ねやらせていただいて楽しかったですね。はい、我が家もまさに外回りの片付けの真っ最中で、こちらのチャンネルの動画を何本も拝見させていただいております。ありがたいですね。結構ねご依頼いただいた方でね、僕の動画見つけて、まあ、ジャングル伐採とかね、見ていただいて、でそこからスタートしていろんな動画を遡って見ていただいたりとかしているので、ああそういう楽しみ方してくれてるんだと思ってね、嬉しくなりましたね。はい、この広さを一日お一人で作業なさって、しかもとっても綺麗に仕上がりで感動すらしています。ありがとうございます。軽快な実況も楽しくて一日に何本も拝見してしまいます。本当ですか。結構僕ね詰まってるんでね、なかなか実況うまくないなと思いながらやってるんですけどね。我が家もお願いしたいくらいですが、残念ながら県外です。あーそっか、残念ですね。でも一番遠くてですね、埼玉とかね、まあ1時間半ぐらいの距離、ね、電車でね1時間半ぐらいの距離ですね。あと自転車だったら今まで14キロっていう距離までは行きましたね。まあ、あの市川から、まあ、スカイツリーぐらいの距離ですね。それがまあ14キロの基準ですけどね。はい、そういうのもやりましたね。はい、まあ、もしね、機会があれば全然行きますんで、まあ、どこかご相談いただければと思います。あとは、今月の中旬、来週に、まあ、実家の方というかね、大阪の方にしばらく滞在しますので、大阪の方でも日程が合えば作業させていただくことも可能です。よろしくお願いします。続きまして、これだけ伐採して、いただいて4万円はお安いと思います。しかも1人で6時間の作業はすごいです。ありがとうございます。割とね最近もう6時間って、ね、普通っていうかね、まあ、そんなもんでしょっていう風に思えるようになってきました。っていうのが昨日一昨日とかね1日9時間11時間っていう作業をやってましたんで、はい、なんか6時間、ああ それぐらいで終わったんだ、やったっていう感じですね。はい、まあ、体力ついてきたのか、なんかもうなんかゾーンに入るというかね、まあ、入るとご飯も食べなくてもなんかお腹空いてることも忘れる感じでやってますんで、それよりも今日一日日暮れまでに終わらせなきゃとかね思いながらやってたり、まあ、大体日暮れすぎるんですけどね。でもう6時ぐらいになって真っ暗になったら開き直ってずっと作業しているっていう感じでやってます。はい、ありがとうございます。はい、これ上り流ですね。上り流第2弾のやつ。はい、この作業を高枝切りバサミでできるのがすごい。あれめちゃんこ使いにくいですよね。そもそもこのツタ手で取るのはなんとか取れますけどね、うん、そうなんですよね。これね、あの高枝切りバサミ、まあ、はしごを立てれたらいいんですけど、隣とのね距離が狭かったりするんで、あと塀があったりとかね、だいたい家の周りにちょっと物を置いてたりとかして、なかなかはしご立てれない環境であったりとかするので、まあ、結局高枝切りばさみかなっていうふうに、思ったりしてました。
あと本当は鉄格子とかね、外してやればもうちょっと取れたと思うんですよ、手を回してね。でもその格子を外すのがまたちょっと大変そうだったんで、ちょっと外してみたところ、結構ボロボロっといっちゃいそうだったんで、やめましょうってなって、高枝切りばさみでやりました。まあやってるうちにね、なんかヌンチャク並みにちょっと使いやすくなりましたね。はい、ヌンチャクって使いやすいかよくわかんないけど、まあまあ、割と自由自在に動かすことができて、切るのと挟むのと引っ張るっていう作業ですね、ちょっとこの握力っていうかね、そのあたりの掴む強さを調節すると、いろんな使い方できるなっていうことに気づきました。あと刃をちょっと立てて、壁を傷つけないようにして、こう下からゴリゴリってこう滑らせる、壁とツタの間に滑らせると、こう剥がしていけるっていうね、そういう技術とかも身につくことができたんで、まあ、やってみてよかったなと思いましたね。あと、まあ、手でね外そうと思って外せるのは、なんだ、支流っていうか、ツタだけですね。でメインの、まあ、もう幹みたいになってるやつは結構手じゃ難しいですね。何かちょっと鉄のもヘラみたいな挟み込んまして、ちょっとベリベリって剥がして、でこまめに切っていかないと、ノコギリとかで切っていかないと厳しいかなって思いましたね。はい、ということで今回も、お返事全部できましたかね。これまだあれか、まだか、すみません、これね、まだいいねボタンを押してない人が、まだ対応してないかなと思ったけど、コメントしてないわけですよね、これね。ということでまだ終わってないな。はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。はい、ツタの状況ね、これね、これも楽しかったな。宅建資格からのに便利屋さんは珍しいね。家主さんは自分で手入れできなくなって依頼されてるんでしょうか。放置されたプランターを見ると悲しくなります。割とプランターね、放置されてること多いですね。ボロボロになってるんですよね。でもね、このご依頼主さんはお仕事忙しかったんでしょうけど、またちょっと別のとこ見たら、いちごを大事に育てておられたりして、多分そのプランターとかがいつの間にかこうツタに覆われて、まあ行方不明になったっていうかね、忘れてしまってたんでしょうね。だからまあ放置してたっていうよりは、ちょっと気づかない間にツタがはびこってしまったっていうね。実は4ヶ月前にも一回手入れしたらしいんですけど、でまたこの状態戻っちゃったから、ちょっとどうしようもないなっていうことで頼んでいただいたという感じですね。はい、まあね、気持ち分かりますね。プランターね、ほったらかしになってるんで悲しくなりますね。はい、じゃあさらにもう一回押しとこう。はい、ジャングル伐採、はい、これがね我がチャンネルのエースですね。はい、ヤシではなくシュロ、そうそう、シュロの木ですね。はい、シュロ縄の材料です。はい、そうですね、これが出なかったですね。ヤシの木モドキとかいう名前で呼んでましたけど、シュロありがとうございます。はい、本当にお疲れ様です。これだけの量の木の伐採と処分とゴミの処分であれば6万円少ないですか。便利屋さんってこんなに安いんですか。これだけあったら30万くらいかかるイメージでした。お客さんお喜びですね。うん、はい、これ伐採だけですね、実際ね。で処分はお客さんのでやってくれました。でゴミの処分、これが高いんですよね。多分トラック呼ぶと10万円くらいかかると思いますね。で普通に伐採、まあ庭師さんに頼むと、まあ10-3万はしたとは思います。まあこれいろいろあって、まあ、自分のやってる野球仲間の家だったっていうこともあって、お友達価格でやらせていただいたっていうのもあったり、ご自分が持っているチェーンソー、また新しくチェーンソー買ってくれたりとかしてですね、いろいろ用意してくださってたんですね。あと駅までの送り迎えやってくれたりとか、まあ、そういうのも全部ひっくるめて、まあ、このお値段設定でやらせていただいたので、必ずしもこの値段でこのジャングル伐採ができるというわけではないので、それだけちょっとご理解いただければなと思いますけどね。これ非常に経験値が上がったし、でいろんな人に見てもらえたので、この作業はしてよかったなというふうに思ってます。はい、続きまして、冒頭のスカイツリーと青空が素敵、あーいいですね。こういうのちょっと差し込んでみましたね。夏嬉しくなってね、昔スカイツリーのふもと住んでましたからね。で作業ご苦労様、長袖じさん、これからはお気をつけてください。そうなんですよ、忘れたんですよね、血だらけになったっていうね。あと見積もりも3000おまけした感じですね。うん、まあそうですね、はい、また見積もりもうまくいっ
言ってないとかそういうのじゃなくて、まあミスったって感じですかね。ミスったって言うと言い方悪いな。まあちょっと安めにやってしまう傾向がありますね。うん、なんか悪いなとか思って、これぐらいですよとか言って、2時間で終わりますよとか言って、この値段でって提案したら実際は2時間で終わらなくて3時間半とかね、そんなありますね。物置の時間、組み立て時間が今だにちょっとよく分かんなくて、だいたいオーバーしますね。これ3時間で終わるだろうと思ってやってもね、この間4時間かかりましたしね。ちょっと物置のまた経験値足りないですね。はい、続きまして、はい、手元カメラ揺れすぎで酔いそうになります、何卒ご検討よろしく。はい、ありがとうございます。もう2倍速でやったんですけどね、それでもやっぱ酔いますかね。はい、すいませんね。参考になります。ちょっとあんまり早送りには向いてないですね。1倍速だと多分揺れ防止機能が働いてですね、滑らかな動画になるんですけど、早送りするとやっぱりちょっと難しそうですね。参考になりました。はい、初めてコメントいたします。ご存知かもしれませんが、草抜き鍵釜が便利ですよ。ありがとうございます。鍵釜っていうのはですね、はい、ちょっと探してみます。続いてこちらが、あ、はい、空き家のね、家の周りを伐採したやつですね。初めて見ました。近所にあったらいいのにな。仕事が綺麗で安心、頑張ってください。即登録しました。ありがとうございます。嬉しいですね。これちょっと下斜めのアングルでね、青空が映えてなかなか面白い動画になったかなと思いますね。これがね、まあ、砂利をちょっと掃除するっていう作業があったんで、これがねちょっと腰痛くなったなっていう感じがしましたけどね。はい、まあ、これも喜んでいただけてよかったです。はい、ベッド組み立てですね。はい、ベッド組み立て台、2台、お疲れ様でした。一家の便利さん。はい、どうもです。はい、2台でね9000円っていうのはね、結構安めにやってしまったなってこれも思いました。はい、ベッドもうちょっと料金見直さないといけないですね。で、あんまね、ベッド組み立てって映えないですよね。あんまりやっぱ伐採とかに比べると、ベッドあんまり喜んでくれる人いないんですかね。もう高齢っていうかね、50歳以上の方が見てる場合が多いので、まあ、ベッドすでに持ってる人が多いんでしょうね。だからあんまりこういうの興味ないんでしょうね。はい、参考になりますね。お、ジャングル伐採に対してのコメント、はい、ビッグモーターでおなじみの根から吸収する除草剤でも枯れますよ。それと残った切り株の皮を剥いでおくと枯れるのが早いですよ。そうですよね、吸収される面が多いわけですから、根から吸収する水分と表面から蒸発する水分の戦いとなります。そうですね、だからまあ葉っぱとか残しておけば より蒸散がね進みますから、もっと吸い上げたりするんでしょうね。その兼ね合いですね。もうなんか切ってポンプみたいなもんですからね、はい、排出があるからいっぱい根から吸うわけでね、はい、でも本当によく思うんですけど、ビッグモーターさんで何使ってたのかちょっと教えてほしいですよね。多分ビッグモーターでこれ使ってましたっていうのをちょっと発表したら、そのメーカーさん、除草剤のメーカーさん儲かるんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。はい、はい、続いて、お庭、お庭って言うんですかね、お庭のと特徴、やたらと植木鉢が多い。そうですね、ほんと、や、あの植木鉢ね、なんか集めたくなるんですよね。僕も気づいたらプランターめっちゃ買い込んでて、これちょっと手に負えないなと思ってね、プランター買うのもうやめたんですよ。でもなんか新しく植えたいってなって、結局段ボール箱に土入れてちょっとプランター代わりにしてちょっと植えたりとかしてしまったりしてるんですよね。そうすると段ボールの下側が結局微生物に分解されちゃって、土がボロボロって出てきちゃってるんですよね。なんかでもまあ、あれ、段ボールは、まあ、土に返っていくからいいですよね。でもこのプランターとか植木鉢っていうのは残っちゃうんで、結局ゴミっていうかガラクタの山になってしまいがちですね。はい、そうならないようにって思って、結局期間限定のプランターっていうことで段ボールに土入れてやってます。はい、トマトが元気よく育ってます。はい、続いてこちらですね、収支報告、
はい、何でも鑑定団で桑田真澄さんのモノマネして水晶玉250万円鑑定された方ですか。地方なので今日テレビで見ました。ありがとうございます。結構これね何回か再生されてるらしいんですけどね、はい、まあ、水晶玉250万で鑑定されましたけど、250万を僕はもらったわけでもなく、僕が相続したわけでもないんですよ。ただ単にあの祖父の部屋から出てきた水晶玉がその根がついたっていうだけで、はい、まあ、結局持ってるのは自分の父親ですから、全然僕のものになったわけでもなく収入があったわけでもないです。でもまあ驚きましたね。逆にどう保管しようかね、さらに悩みが増えた感じですけどね。はい、うん、まあたまにねこういった感じでテレビも出させてもらうことがあります。はい、続いて、丁寧なお仕事ぶりで感心します。怪我に気をつけて、ご活躍ください。ありがとうございます。はい、暴走シートもねなかなかいい経験でしたね。これも2日がかりでね大変だったんですけど、これね送り迎えしてくださったんですね。鎌ヶ谷だったんで片道10キロの距離ぐらいあったんですけど、まあ、それをね往復毎回2日間かかり送り迎え、そして美味しいうなぎご馳走していただいたり、本当に楽しい、なんかなんだピクニックみたいな感覚でやってました。まあ、よければ見てください。はい、続いて、はい、メンバーさん第1号の紹介ですね。メンバーさん第1号おめでとうございます。はい、ありがとうございます。よかったですね。万歳、ありがとうございます。はい、メンバー登録お待ちしてます。はい、続いて、これ面白いですね。はい、これ初期の動画ですけど、一弁さんってね僕のニックネームつけてくれてますね。結構危険な作業、お疲れ様。これ友達の家でやったんですけどね。はい、憧れないで、一弁様、一弁さんです。あなたのスタイルで頑張、はい、あれですね、大谷翔平選手のね言葉を引用してますね。っていうのを前回もこれ返事させてもらってましたね。はい、それに対してコメントありがとうございました。本日ライブ配信でコメントにお返事させていただきましたっていうね、こういうお返事をさせていただいております。今回もこのコメントに対してお返事させていただいた方向けに、こうやってコメントにですね、コメント僕はこうやってねコピペで貼っていきますので、はい、それで今まで対応したかどうかが分かるわけですね。ですから、はい、これに関しては前回も同じようなお返事させてもらってたんですけど、はい、今回重複でやらせていただきました。はい、はい、まあこれで終わったってことになりますね。はい、結構もう10分ぐらいで終わらせようと思ったんですけど、結構こういうね会話が楽しいので長くなってしまいましたね。はい、今回の仕上がり多分30分以上の動画になったんではないでしょうか。はい、でもなんか溜まってたものがすっきりして嬉しくなりました。ということでこんな感じで、まあね、何かしらコメントあれば書いていただいてもらって結構です。はい、そして仕事内容とかね気になった方いたら、はい、今出しますよ。はい、こちら、はい、ポスターですね、新しくできたポスター、はい、これ見ていただければと思います。はい、ということで今回長い動画となりましたけども、最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。